やめますよ、シュウセミカ。本日なんですけど、本日はちょっとね、最近ちょっとおすすめの、まあ、商品なんですけど、まあ、以前もね、メディキューブの方なんですけど、紹介したことあるんですけど、まあ、前回っていうか、まあ、結構前にね、こちらの歯科クリームの方はご紹介させていただいたんですけど、これが良くて、まあ、ちょっとね、肌がちょっと荒れちゃったので、使って良かったので、皆さんの方にシェアしたいなと思っております。まあ、メディキューブの方はね、まあ、以前もずっとねご紹介してたんですけど、こちらのアンプルだったりとか、まあ、こちらのトナーとこちらの歯科クリーム、この3セットで完結できるものなんですけど、まあ、めちゃくちゃおすすめなのでっていうね話をちょっとシェアしたくてこうやって撮っております。まあ、今回もいつもと違った形なんですけどね、こんな形で撮らせてもらってるんですけど、まあ、ニキビケアに特化したメーカーかなって感じですね、メディキューブ。まあ、皆さんメディキューブのね商品の内容とかは、まあ、以前ももうずっと何回かに分けて紹介しておりますので、まあ、そこら辺はちょっと今回省かせていただくんですけども、メディキューブ、もう韓国ではニキビケアっつったらもうメディキューブなので、まあ、使用したことない方はぜひメディキューブの方を使用していただければなと思います。はい、まあ、こういうね独自のねあのスーパーシカセブンとかね入っておりますので、まあ、これ独自の、まあ、韓国ならもう独自のっていうのが当たり前だったりするんですけど、まあ、そこら辺もねチェックしてみていただければと思います。あとそう、まあ最近おすすめのカバンなんですけど、こちら、まあ、全然ねコスメとは全然違う話になってくるんですけど、まあ、こちらねあの渋谷のヒカリエにも置いてあるんですけど、まあ、このね、まあ、素材はね革じゃないんですけど、カフェとかで僕作業することが多かったりするんですけど、これめちゃくちゃおすすめなんですよね。泊まり先のカバンの中身とか普段のカバンの中身とかっていうのも、もし気になる方いらっしゃいましたらね、下のコメント欄のコメントをいただければ紹介したいなと思っておりますので、ぜひぜひねコメントの方も押していただければと思います。スウェーデンのメーカーなんですけど、非常に使いやすくて、詳しくは下の概要欄の方に URL 載せておきますので、そちらの方もチェックしていただければと思うんですけど、まあカバンの中身の今日やろうかなと思ってカバンをちょっと紹介させてもらったんですけど、気になる方いらっしゃいましたら下のコメント欄の方にコメントいただければと思います。まあ簡単になんですけど示させていただきます。まあ、ニキビケアの商品探している方いらっしゃいましたら、こちらのねメディキューブの商品なんですけど、まあ非常にいいので、はい、今回はねこんな形で示させていただきます。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。今回の動画がいいねと思いましたら高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。それとまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね、アニョン。こんな感じなんですけど、カフェとかで、ね、作業するときにこれカバンの中がね、これパソコンも入って